キマドリー最大の功労者が決まる。フェデ・バルベルデに近い人たちは、彼が球速を取らずプレイしていることで負傷する可能性を心配している。彼は現在、欧州5大リーグで最もプレイ時間が多い選手、969分である。今シーズンは特にフェデに救われすぎてる。これはほんまそう。今年マドリーしっかり追い始めたけど、バルベルデが一番化け物なんじゃねって思い始めた。レアルの試合は特に見てないけど、バルベルデ好きなんだよな。フェデがいないとチーム崩壊しかねないですからね。試合終盤でも全力疾走ができる運動量の高さとカバーエリアの広さはフェデくらいにしかできない。ベリンガムの献身性も本当に好きです。無理の利く守備も魅力ですね。ジュード&フェデの守備力の高さは見てる人は理解してる。ジュードのチェックの上手さやフェデの恐ろしいぐらい速い爪は下手くそなアンカータイプより全然上やと思う。フェデはマドリー、代表それぞれでの無双状態を見るたびに怪我しないかヒヤヒヤしてます。選手としても長くやってほしいし、何より今のマドリーには唯一無二すぎるので本当に心配になります。マドリーの心臓、ベリンガム、マドリーの血、バルベルデ、と思ってる。フェデが怪我したら今季終わるまである。ベリンガムやバルベルデは献身的に守備してるのに、エンバペやビニシウスはほとんど守備しない。そや、ファンとしたら不満出ますわな。勝てればまだ不満出ないけどね。CL リーグ戦、フルで見た、率直な感想。やっぱエンバペとビニ両方の希望を叶えながらのチーム作りは無茶なんじゃないか。どっちかを外すなり守備させるなりしないとマドリー自体崩壊しちゃう。言い合われれば守備してるクレルノは証明済み。問題はエンバペさんの方ですね。